どうしてもエネルギーというのはですね、地球全体で考えないといけない、そういうえと問題となっています。そこでいろんな先生方がですね、集まって学生さんにですね、エネルギーのいろんな側面をですね、理解してもらおうと思うこのえ複合系のエネルギーコースをえと作りました。そのためですね、エネルギーコースはえとてもえとユニークなそういうコースになっています。いろんなですね、分野の学生さんが集まってポスター発表をしました。これによってですね、えと自分が研究している内容ばかりではなくてですね、いろんな 学生さんがです、ね、研究している、そういう内容がです、ね、理解できるように、自分のです、ね、研究している内容の立ち位置が分かるように、まあ、そんなこともですね、行ってエネルギー問題をです、ね、広い目で見るような、そういうコースに作ろうとして,今しています。エネルギー問題を自分で解決するんだ、それで非常にです、ね、住みやすい社会を作るんだ、そう思っている学生さんはぜひ東京工業大学のエネルギーコースを選んでください。お願いします。As energy issue now is a uh, very important concerning issue of our global um, because everyone use energy for example electricity everyday but however uh, the energy source like fossil fuel is decreasing so i think that uh, investigating or researching in energy is very important and very interesting in the near future えー、私は学部4年生から、えー、燃料電池の研究を続けていまして化、まあ、学系に所属していたということで化学の知識はあるんですけど、えー、と燃料電池を研究する上では化学の知識だけでは、まあ、足りない部分も多くあり、まあ、そういった面を補えるという意味でエネルギー,ー,ルギーに所属をしましまたマイクロ波とは電子レンジに使われていまして。うん 物質を加熱する特性がありますで普通の加熱方法と違っての選択的に加熱することができる手法になっています自分の将来としましてはマイクロ波化学にこだわらずに広く環境問題だとかエネルギー問題にアプローチできるような研究者になりたいと考えています私の研究テーマは非真空プロセスを用いた化合物薄膜対応電池の開発となっております この研究は太陽光システムの発電コスト削減を目的とし、私の方では材料コスト、そして製造コストの2つを低減させることを目的としております。現在、私は太陽電池に向けた材料の開発を行っておりますので、将来は太陽電池、あるいは燃料電池といったデバイスの材料開発に携わることができればと考えております。 まあこれからのエネルギーコースの理念というものを話していきたいと思います。まあここにあの示しているのが膨大なエネルギー分野の知識です。例えば太陽電池で限っていきますと、それぞれの知識がですね樹形図のように連なっている。これがまあ知識の構造になるわけです。で一方で化学、材料、電気、機械、物理といったですねディスプリンをベースとする。 基礎的な学理が存在するわけですエネルギー分野はこれらの技術をですね、横断的にまあ、習,習得をしてまあ、考察をしていく研究をしていくということが重要になります太陽電池それから燃料電池それぞれ知識の分解をしていきますとそれぞれの違う分野の知識の中にアナロジーを基本としたまあ類似性が出てくるわけですね でつまりこういったものを使ってつまり何が同じで何が違うのかこういうことを使って我々エネルギーコースでは多元的エネルギー学理こういいったものをを基礎にししててカリクラムを構成しています特に選択必修となっていますエネルギー基礎学理それからエネルギーデバイスエネルギーマテリアルの参考技は この今講述しました多変的エネルギー学理の概念で各講義を構成しているということになりますエネルギー分野は東高大の最も強い分野の一つですそして人類永遠の課題ですしたがって産業いろんな企業においてエネルギー研究者の活躍の分野が広く存在しています多くの皆さんがエネルギーコストを希望してくれることを望みます